はい、どうもこんにちは。コーヒーにぎだよー。本日2本撮り。さささささーさんティティ。さっきも使うんじゃないの？使わない。なんで、ハローキティどこ行ったボボボボボボボみたいな感じになっちゃったけど。はい、やたからずでーす。でーす。俺コーヒーにぎだよ。コーヒーにぎポーズ。やたからずポーズ。やたからずでーす。初めてやった俺。何ですか？今日は。映画鑑賞。映画鑑賞。間違いではないけど映画ではない。ってことでですね、今日はスマイラーズ戦に続きまして。続きまして。第2節。リベンジャーズ戦。よっ。はい、今回3点は出てますか？出てません。出てません。部外者からのアンチコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。ボロクソに言ってやるんだね。結構ね、期間が空きまして、リベンジャーズ戦の、解説、ま、もしくは、サンティからの、改善点やダメ出しをしてもらおうかなと思います。一回練習試合やってるもん。うん。あ、その時はいるのか。その時はいた。そう。リベンジャーズ戦の、公式戦、このリーグ戦が始まる前の練習試合があったんですけど、それを助っ人としてサンティに来てもらって、もう結構それなりにやってましたよね、あの時は。躍動してた。躍動してました。で、それを踏まえた上で、今回、リベンジャーズ戦の方を見ていきたいなと思います。うん、それじゃあ、ペラペラ喋らず、見ていきましょう。そう。どういう表情？お前もなんだよ。どういう表情でしょうか。お前は今説明して。どういう表情これは。いや、これは非常に、ね、太陽が眩しいなと感じております。それじゃあ、キックオフ！ベルディ渋谷のキックオフでスタートしました。左から右に攻めていきます。アイデボー。ベルディ渋谷、緑のユニフォーム。ライン分かんなくなっちゃいそう。そうだね、結構ラインは見づらかったね。みんな白だと思って横走ったり縦走ったりするんだけど、オレンジで、多分この後も出るんだけど、オレンジ気づかず出ちゃってる人と結構いるから。なるほどね。そう、確かに結構分かりづらかったね。うん。うん。音出す？トレーニングも行ちょっとだけ出すわ。そんな中、両田が新加入。センターバックの層が薄かったということもありますけれども、小和太郎、今日は1列上げて、両田、いきなり先発という形になっています。そこの、いきなりピンチャー。やばいやばいやばい。外した。危な解説の方もあれと。言っております。そして、しかもこれオフサイドっていうね。あ、そうなの？そう。そして、キーパーのオッチに、ちょっと声をかけに行きます。この日のオッチはですね、非常に緊張しております。有観客だから。はい。びっくりするぐらい緊張しましたね。入りだから蹴っちゃっていいと思うけど。うん。20分だからね。うん。ただ意外とね、これ蹴るだけじゃね、難しいんだよね。蹴るだけって結局、後ろがきつくなるんだよね。うん、蹴った回収できないじゃん。そう、上げなきゃいけないしさ。それ、後ろまた返されたらまた戻らないと。すげえ広く感じるコートが。うん。感じるね。うわ、やっちゃった。これ取れたと思ったんだけどな。ベンチが気になるな。ベンチが気になるな。チアリーダー？チアリーダーがいた。チアリーダーの方？見ます？ちょっと見たい。あ、チアリーダーがいる。なんかいる。今日のハイライトだ、ね。はい。20分ハーフとかマジセットプレイやだね。できれば一本も与えたくないでしょ。うん。セットプレイだるいね。これ言ってやられたら、ちょっと、きちいよ。うわ、めっちゃいいボール。鋭いボールが入ってきました。めちゃめちゃいいボール蹴る。第一、上がってくる。第一、早い。あお。これは、
これどう、サンティ。これ、この、大地かな、ドッキリ家族の大地と対峙してみて。硬かった。硬い。やっぱ推進力あるし、体強いよね。体強かった。フィジカル強いこの人。やっぱこのおば太郎って人が上手いんだよね。違うねも言ってたけど。通れないっつった。この中間ポジション取ってくる相手に対して、うん、ちょっと浮いちゃってるから、それで多分遅れてるね。うん。大空出ていきます。アセと大空のコンビ。あれやばい。あれあれやばい、TikTok でいっぱい再生されたやつだ。いい人ね。相手またいちゃってんじゃん。TikTok でいっぱい再生されたやつや。謝るやつね。めちゃめちゃ。めちゃめちゃ謝るやつ。コーヒーのことばっかり言われてる。いやなんか。コーヒーのことばかりって嫌なんか、コーヒー言われるのが。相手ね、左利きのいいキッカーいる中で、このポジションでのファウルは良くないと思う。うん。良くないね。ダメだよ。僕の良くないところが出てます。チームを入れてくれ。めちゃめちゃ可能性あるボール入れてくる。うん。うまいよね。彼は、ジェフ千葉だっけな。ユースだっけ忘れたけど。うまかった、練習試合でも。うん。放り込んできます。高いボールになった。跳ね返す。こぼれ、まさきが狙う。こぼれ。ファウルなんだ。うん。ハンドかな。全国準優勝ってえぐいの。うん。10番の日向と8番の朝日は中学時代チームメイトもチームメイトだったということで、ああいいね、チガリチガリいいよ、あいいよ、いいね、前後にできるのはでかい、いいね、まあやってるのと見てる全然違うからな、あかぶった拾う、そっち、外す、そっち、シュートが来た、危ない、結構いいシュートだったな、うん、そっちのミドル、さあ、ほとんど残り時間ありません、前半、はい、うん、前半終了、まあ、前半はね、硬かったね、ピンチも結構ありつつって感じですけど、うん、まあ、ゼロだからいいんじゃない、うん、まあ、ゼロゼロで折り返して、こっから点取りに行きたいって感じだね、変わってないですか、はい、もうフォーメーション変わった、俺右サイドバック行った、あ、ほんとまあ一瞬でやられるからな、うん、まあそうすれば、ああ達也、来た、シュートだー、くぅー、見たくない、見たくない、待望のゴールが来ました、見たくないね、どっちかはっきりしなかったのか、少し流れましたが、先輩行くかキーパー行くか、あとその前もね、うん、ちょっと競り負けて、そのセカンドボールのちゃんと回収もできずにみたいな、それで相手ボールでシンプルにやられたって感じね、いやー今のはねもったいないね、なかなか取れずに、ここは投手がしっかり抑えました、前線へ、第1早い、これ私です、いいね、いいカバーしてる、運びすぎやろ、行くね、いやこれね俺使ってほしくなかったのよ本当は、まあね結構きつかったこれ、はい。ずっと言って一人だけでしょ。適当。疲れちゃって。でも疲れてたから。あ、マジで出さないでくれと思いました。お前しかいなかったけどね、今。うん。出すところが。そう。やり直してもよかったかなと思ったけど、そい。それか、お前についてってたから、うん。わかんない。ちょっと今見てなかったけど。もう一回、ヒューザさんにやり直してもよかったかな、今の。
跳ね返す。ヌネ。まさきからスペース。チガリが来る。チガリが得意そう。好きだね、こういう人、本当に。こういうの決めるよね。うん。迷いなく振ってきます。ダサいスパイクどうにかしよう企画にしよう。そうだ。まず気にしてないからな、全然。うん、スパイクマジどうでもいい人だもん、あの人。履けりゃいいだろうな。早いな。早いね、やっぱり。うわぁ。そこがラインかいって今顔してたね。うん。うん。太郎。太郎。あてい。逆サイド見ていた達也。うん、でも見てこの1対1。まあこれはいいね。サイド寄せてるから。触ってるからちゃんと。ちゃんと触ってっから、その。あれはいいしみたいな。その前で取りたかった。それで攻撃も行くね。いいね。いい切り替え。あ、いい、いい、いい。来た。おい。おい、無回転パス。死んだ。すごい。無回転パスですか、はい、あ、でもいいランニングじゃない違いにも。今のは。全然。狙ったんだけどね。うん。全然いいランニング。結果の精度が鬼でした。うちも今みたいな感じで繋げるとこは繋ぎたい、ね。蹴ると見せかけて繋げば、うん。蹴るだけだったら相手蹴る蹴ると思ってるから。逆に繋げるでしょ。え？はい、これ。このシーン、はい、はい、はい。僕は何人を対応すればいいんですか？はい。はい、一人目。はい。はい、二人目。はい、はい、三人目。これうまかった。ちょんって浮かして。うん。問題なし。軽い。うん、問題なし。いや、でもね、今のちょんって浮かすの、あれうまいんだよね。どこまで来んねん、ちがり。守備っす。すごい。ナイス守備、グー。うん、アップすぎて周りに見えた。ソウシが、おぉちょっとハンドはハンドです。エリア出てました。ともう分かんなかったんだろうね。これハンドだよ。いやこれすごいね。いやめっちゃ好きな位置やん。絶対これ好きな位置だよね。本当に好きな位置。うん、俺この角度から決めてるの見たことあるもん。チガリが一人壁の下に寝かせます。ジャンプをした下をケアします。チガリ狙ってきた。うん、いいボールだったけど。この時の宗師さんね、すごい鋭いキックでしたがよく止めました。ナイスキーパー。20分やったらさ、ファイブバックとかの方が面白いんじゃない？ワンチャン。ああ、ファイブバックですね。確かに。一発カウンターで。結構スリーバック、まあファイブバックみたいな感じするチームは、うん、結構確かに多いかもしれないですね。ウィナーズとかも、時によっては、そういうのもやってるかな。だからそんな点数が入る試合にはならんでしょう。まあ、ポンポンぐらいあるかもしれないけど。そうだね。そんな4点5点入るしなかなか。ここで試合終了。コーヒーにきの個人チャンネル見てね。いやいやっていう感じでチャンスは作ってるけどね。そう、うん、もっと外捨ててなんかギュッて守った方が絶対いいかな。確かに、うん、今回リベンジャーズ戦0対1で負けてしまいましたが、まあサンティーケさんの方から今後の試合の感想をお願いします。もっとギュッてした方がいいと思います。ギュね。コーヒー抽出ね。コーヒー抽出。次はトップ番戦の方の解説をしていきたいと思いますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。コーヒーニキもっと頑張れよ、チガリもっと頑張れよ、サンティ入ってほしいよっていう方はコメント高評価チャンネル登録全部お願いします。俺こんなに言っててさ全然やれなかったらやばい。いや大丈夫、君ならやるよって感じです。それじゃあまた次回の動画をお楽しみください。ください。それじゃあ。じゃあ。